はい、こんにちは、こんばんは、はじめまして、りなです。はい、今日はですね、さよなら動画なんですけど、まあまだ満足はしてないんですけど、昨日ですね、断捨離をしました。はい、断捨離したいなと思って断捨離したんですけど、まあそれで、まあ、さよならできそうだなって思ったものをですね、まあ結構っていうか、何個かまた見つかったんで、それをね、まあ、さよならする前に、最後に動画に残してさよならしようかなと思います。はい、ということで、まずポケモンのグッズから、見せたいと思います。はい、まず一つがですね、これですね。はい、これはですね、ポケットモンスターダイヤモンドパールって書いてあるんですけど、これはクリスマスにですね、まあ、長靴ってあるじゃないですか、その長靴の、缶バージョンみたいな感じですね。ポケモンバケツ缶って書いてありますね。バケツなんですね。はい、賞味期限2007年4月って書いてあります。はい、すごい前ですね。10年前ですね。やばいですね。10年前の缶、私は持ってました。まあ、多分賞味期限2007年4月ということは、まあ、多分これ買ったの2006年くらいですよね。いやすごいな。いや、そう考えるとなんか、ね、10年前の缶持ってるってなんかちょっとすごいなと思いますね。まあ、ただね、ちょっとポケモン、その時はポケモンすっごい大好きだったんで、まあ、部屋とかにポケモンのものを置きたいなっていうことで、まあ、これ一応取っといてたんですけど、まあ、個人的にもう完全にブームが去っているので、ちょっとね、まあ、断捨離も込めて、さよならしようかなと思います。はい、まあ、いろいろ閉まってたんですけどね、ここに。はい、なんですけど、まあそろそろね、さよならしようかなと思います。はい、ということで次がですね、これもポケットモンスターダイヤモンドパールの、シリーズのグッズなんですけど、グッズってか、まあ、おもちゃですね、これは。モンスターコレクションっていうね、ポケモンのね、こういう感じの、フィギュアがねあるんですけど、まあ、今適当にチコリーダを取ってきたんですけど、まあ、これもね、まあ、そのうち、なんかね、こうよりいい部屋、可愛い部屋になりそうだったら、ちょっとこれも売りに行こうかなって思ってる人なんですけど、まあ、そうなったらまた改めて、またこの前のポケモンキッズみたいな感じで、紹介したいと思います。はい、で、このポケモンキッズで、遊ぶ、まあ、おもちゃですね、それを、見せたいと思います。はい、一応ね、箱がこういう感じなんですけど、はい、めちゃくちゃでかいです。はい、モンスターコレクションメガコロシアムって書いてありますね。はい、ポケットモンスターダイヤモンドパールみたいの。はい、こういう感じでいろいろね書いてあります。はい、でこれ近くのおもちゃ屋さんで見たんですけど、その時見た瞬間に、あ、当時ね中学生だったんですけど、まあ、中学生でこれで遊ぶってあまりいないと思うんですけど、周りいなかったんですよ、こういうので遊ぶ中学生が。今の中学生は遊ぶのかもしれないし、前のもっと前の世代の中学生は遊んでたかもしれないですけど、まあ、個人差あると思うんですけど、まあ、私はこれ見た瞬間に、もうこれいっぱい持ってるし、遊びたいなと思っちゃったんですよね。はい、ちょっと幼いなと思いつつも遊びたいなと思っちゃって、クリスマスプレゼントでね、買ってもらったんですけど、まあさすがに今の年齢になると遊ばないけどちょっとなんかもったいないなってずっと思ってて、ずっと取っといてたんですよ。で、まあ、もしまあ、だいぶ先の話なんですけど、子供が生まれたりとかして、その子供がもしかしたら遊ぶかもしれないと思って、まあ
とりあえず撮っておこうかなって思ってたんですよ。なんですけど、まあ、部屋のね幅がどうしても結構ね、これ箱でっかいんで、これがねもう結構幅、部屋のこう収納スペースを埋めちゃってたんで、まあ、ちょっとねそれを考えるともったいないんですけど、処分しようかなと思います、はい、でさっき組み立てたんですけど、組み立てると、まあ、こういう感じですね。はい、ここに書いてありますね。これは紙でできています。まあ、もしかしたらね、なんか売ってるかもしれないですよね、Amazon とか。だいぶ前なんで、本当になんで売ってるか分かんないんですけど、まあ、売ってることを願っています。まあ、多分私URL は探さないと思うんで、はい、個人で探していただけたら、はい、で、なんで売れないかなって思った理由がですね、このこれとかこれとか全部シールなんですよ。でこれ最初から貼ってあるものだったらいいと思うんですけど、自分で貼るタイプなんですね。なんで、まあ、ちょっと器用な人、すっごい器用な人がこのシールを貼るならいいと思うんですけど、私不器用なんで、ちょっとこれ、しかもね、なんかこういうのだったら欲しい人いっぱいいると思うんですけど、こういうのってなんかそんなに多分大人でも欲しいって思う人いるんですかね。まあポケモンファンだったら欲しいんですかね。まあ、外国の方とかね、もしかしたら欲しいって思うかもしれないんですけど、まあ、ちょっと部屋の幅を考えると厳しいかなと思ったので、はい、これもいきます。あとこれですね、これ取れるんですけど、まあ、これでこれをつけると、まあ、こういう感じでポケモンコンテストイメージ、イメージというかポケモンコンテストになりますよみたいな感じですね。はい、まあ、ゲームやってる方はね分かると思うんですけど、こうやってくるくる回して遊ぶみたいな。でこれを取るとバトル場になりますね。まあ、ここにポケモン2体置いて、まあ、片方をやると確か、勝敗が決まるっていうね。ただなんかままごとしてやるんじゃなくて、こうやってこうするとねポケモンが動くんですよ。なんでそれで相手のどっちのポケモンが勝つかっていうね、そういう面白い機能もついてるんで、ここも、まあ、面白いなって欲しいなって思った、ところなんですけど、まあちょっとね私もさすがにこれで遊ばないんで自分の子供がねできてその子と遊ぶっていうのはあるかもしれないんですけど、一人ではさすがに友達とも多分遊ばないと思うので、はい、なんでねこれをね、はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ処分したいと思います。あとですね、これですね、ちょっとこの白だけだと、白じゃないか、コロシアムだけだと、まあ、雰囲気が多分出ないと思うんですよ。なんでねこれもねちゃんとついてるんですよね。なんでこの上にこれすごいですよね、ポケモンのなんかゲーム感が出てますよね、はい。まあ、今はこういう感じの絵じゃないんですけど、確かそうなんですよ、違ったかな。まあ、最近のポケモン全然わかんないんですけど、ダイヤモンドパールやってた時はこういう感じだったんで、まあ、ゲームだなって思いました、私は。なんでね、まあ、この上にこのコロシアムを置いて、まあ、遊びましょうっていうね、そういうおもちゃですね。はい、なんでね、まあ、はい、今日というかね、今日はさよならしないかもしれないんですけど、ちょっとね、まあ処分したいと思いますそのうち、はい、タイミングがあった時に、まあ、
ということで、ポケモンの、グッズはとりあえずこれで最後ですね。で次がですね、ずっとねもったいなくて開けてすらもいなかったんですけど、進撃の巨人のカレンダーを見つけました。袋すらも開けてなかったんですけど、セブンイレブンの、コラボした進撃の巨人の、カレンダーなんですけど、2014年4月から2015年3月までのカレンダーですね。もうだいぶもう使えないんですよね使えないんですけど、まあ、進撃好きだったんで、その時すごい、今も好きですけど、その時はもっと好きだったんで、はい、こんな感じで立てられますね。もう11分も喋ってますね。こんな感じで立てられます、はい。まあ今日せっかくでもう過ぎちゃってるんで、これ全部紹介しようかなって思って、紹介して証明しようかなって思って持ってきました。はい、はい、開けるとこんな感じです。じゃあ順番に、4月からなんで、次が4月ですね。最初は4月。はい、おエレンですね。ちゃんと名前が書いてあります。はい、ここに。はい、次がミカサですね。はい。私最初リヴァイが好きだったんですけど、今ミカサが一番好きですね。もう男だったら絶対惚れてるなって思います。はい。これなんだっけ。アルミンですね。アルミもね、可愛いですよね。はい、リヴァイですね。7月がリヴァイです。さっきのちゃんと見えてるかな、こういうデザインです。はい、ちゃんとね、あれなんですよ、セブンイレブンのここにセブンイレブンのロゴがついてますね。すごいです。次がサッシャ。これ確かよく食べる大食いの女の子ですね。はい、これはなんて読むんだろう、ティスタって読むのかな、確かそんな名前だった気がするんですけど、はい、9月またエレンに戻りました。はい、はい、リヴァイになりましたね。12月がリヴァイですね。はい、2015年になりました。